こんばんは、吉永小百合です。2014年とのお別れが近づいてきましたね。この番組も今日が今年最後の回となりました。毎年恒例のテーマとして1年の締めくくりにお送りしている私が見たもの聞いたもの、前回は私自身のことをお話しましたが、今夜はその第2弾としてリスナーの皆様からお寄せいただいた2014年私の見たもの聞いたものをご紹介したいと思います。旅先での思い出や印象に残ったコンサートなど、さまざまな楽しいお便りをいただいています。今夜はできるだけたくさん読ませていただきますので、どうぞお楽しみに。こんばんは、吉永小百合です。この番組では暮れ恒例のテーマとして、その年の見たもの聞いたものの中から私の心に特に強く残ったもののお話、そしてリスナーの皆様の心に残ったもののお話を2週連続してお送りしています。今夜はその2週目にあたりますので、皆様からの2014年私の見たもの聞いたもののお便りをご紹介します。2014年の見たもの聞いたもののお便りの中で一番多かったのは、とてもありがたいんですけれども、私の映画不思議な岬の物語の話題でした。多くの方が映画館に足を運んでくださった上に、こうしてお便りも書いてくださったというのはもう本当に嬉しくて、皆様の励ましに感謝してます。それでは映画不思議な岬の物語についての、たくさんのお便りの中から代表として2通読ませていただきます。はじめの方は大阪府豊中市にお住まいの杉本健二さんからのお手紙です。2014年の見たもの聞いたものといえば、映画不思議な岬の物語です。2度目に映画館に行った時、コーヒーを携帯ポットに入れて持参しました。徳さんのお見舞いに悦子さんがコーヒーをというシーンで、私もポットを出してコーヒーを飲みました。美味しかった。最近はうちでコーヒーを入れるときに、美味しくなーれ美味しくなーれと手をかざしています。妻は横で笑っていますが、あったかい気持ちになれる映画でとても良かったです。人生にはたくさんの別れがありますが、支えてくれる人たちによってまた元気になれそうな気がしました。これからも私どもファンに夢を見させてください、という杉本さんからのお手紙です。ああ、コーヒーを持っていらして、初めてですね、そういうのをお伺いしたのは、とても嬉しいことですけれども、徳さんと同じ気持ちで、美味しくコーヒーを味わってくださったことと思います。そして一人ぼっちで寂しい人に、励ましになるような映画をという思いで作ったので、そういうふうに受け止めていただけたらとても嬉しいですし、でもね、杉本さん奥様がそばで笑ってくださっているから寂しくないでしょうけれども、でもまあ、こういう励ましになるような温かい映画にまた出演したいというふうに今思ってます。続いては東京都世田谷区にお住まいの三栗元康さんからのおはがきです。2014年見たもの聞いたもの、それは何といっても10月11日の不思議な岬の物語の舞台挨拶です。丸の内東映の1階、前から6列目のほぼ中央という理想的な位置から見ることができました。この席を選んだのは私ではなく、コンピュータのシステムでしたので、初めて素直にいわゆる文明の利器に感謝いたしました。あの時小百合さんがお召しだった淡いピンクのスーツはとてもよくお似合いで、映画のイメージにぴったりだと思いました。三栗さんからのおはがきですけれども、こんなことってあるんでしょうかね。私も時々コンピューターの、チケットを買って、劇や映画行くことありますけれども、席は選べないし、行ってみなきゃわからないですよね。だからラッキーでしたね。ありがとうございます。三栗さん、杉本さん、他大勢の方々からお手紙をいただきました。
皆様の2014年に見たもの、聞いたもの、映画の次は大変珍しい場面をご覧になった方のお便りをご紹介します。大阪府松原市にお住まいのラジオネームかりんとうさん、47歳の男性の方からのメールです。こんばんは、吉永さん。こんばんは。私が見たものといえば、夏にうちで19年間飼っている亀が卵を産んでいました。飼っているのは一匹だけなのに。びっくりしてペットショップに問い合わせたところ、一匹飼いでも稀に無精卵を産むことがあると教えていただきました。2014年ではこの卵を見たことが一番心に残りました。亀のね、産卵って、なかなか見られないものなんですよね。私は第二楽章、ウミガメと少年という、野坂昭如さんの原作の作品の朗読をしましたけれども、そして亀を見に、沖縄県の久米島まで行ってきたんですけど、もちろん卵を見たことないし、亀は一生懸命卵を産んで、一生懸命人に取られないように砂をかけてまた海に戻っていくんですよね。面白い亀のお話でした。次の方のお便りは亀ではなく紙の話題です。ペーパーですね。埼玉県比企郡にお住まいの関根清さんからおはがきをいただきました。背景、さゆりさん、こんばんは。こんばんは。2014年一番印象に残ったのは、いつも目にしているものではありますが、私の住む小川町と隣の東秩父村で作っている細川紙です。構造を推て作る細川紙の歴史は1300年ほどもあり、朝廷や江戸幕府などにも献上されました。地元小川町ではお祭りの時、万葉集の時代の服装を和紙で再現しています。今年一番印象に残ったというわけは、今年この細川紙が他の二つの県の和紙とともに無形文化遺産に登録されたからです。町の伝統工芸会館では和紙の手すき体験もできます。さゆりさんもぜひ一度お越しください。ああ、そうなんですね。私の中学校の時の、仲のいい同級生が長いこと小川町に住んでいて、一度遊びにいらっしゃいっていうふうに言ってもらったんですけど、結局行かずじまいでしたね。あの辺は、昔ながらのいい素敵な場所だというふうに聞いてますし、和紙を見たり、和紙の手すきも体験できるんですよね。そして、街を歩いてみたいと思います。皆様から、2014年に印象に残った見たもの、聞いたもの、お便りをいろいろいただいてますけれども、この後もスポーツから仏像まで様々なものが登場します。引き続きどうぞお楽しみくださいね。今夜はリスナーの皆様からお寄せいただいた2014年に見たもの、聞いたものについてお便りをご紹介しています。映画、そして亀の産卵、手すきの和紙と皆様が様々なものを取り上げてくださいましたが、続いては、先週私も熱弁を振るったスポーツの話題です。お二人のお便りを読みましょう。まずは宮城県仙台市にお住まいの中村美智子さんからのおはがきです。見たもの、聞いたものといえば、2014年はソチオリンピックがあったので、印象に残ったのはやはりスポーツです。特に浅田真央ちゃんのフリーの演技には感動しました。そして羽生結弦選手の金メダリストになってこれがスタート。震災復興のために何かできることがあるかもしれないというコメントには心を打たれました。そうですね。真央ちゃんのフリーというのは多分もう他の選手がフリーで演技しても絶対に超えられない、何かもう神々しいまでの素晴らしい演技だったと思いますし、私も一生忘れることがないと思います。
そして、中村さんは仙台にお住まいなので、羽生くんのふるさと、そして、震災で多くの被害を受けた場所ですよね。羽生くんも、スケートリンクで練習中に、震災に遭ったということですけれども、彼が頑張っていくことで、東北の皆様もとても勇気づけられるのではないかというふうに私は思っていますし、頑張ってという思いを込めてこれからも彼の演技を見たいと思います。スポーツについて書いてくださった方、もう一人は愛知県一宮市って書いてるんですけど、ご本人がね、かなを振ってらっしゃいますけど、どっちなんでしょう、一宮って私たち呼んでしまいますけれども、梶浦照夫さん57歳の方です。メールをいただきました。2014年を振り返り、私の見た印象に残るものは谷繁ドラゴンズです。3月28日に中日対広島の開幕戦を見に名古屋ドームへ行きました。今年こそは中日ドラゴンズ優勝をと期待して応援に行きましたが、初戦は2対3で敗れました。残念ながら2年連続シーズン負け越しで2年連続 B クラスになりましたが、来年こそはと期待しています。今年は多くの若者がスポーツで活躍してくれました。この若者パワーで活気ある日本になればと新年に期待しています。そうですね。スポーツで頑張っている若い選手を見ると、私たちも本当に生き生きしますし、同じように私たちもしっかり歩いていこうという思いになりますよね。2014年、見たもの、聞いたもののお便り。次にご紹介するのは、ある街の印象です。メールをお寄せくださったのは、大阪市にお住まいのラジオネームライタさん、51歳の男性の方です。こんばんは、さゆりさん。こんばんは。私は学生時代を神戸で過ごした大阪在住のものです。卒業して以来、神戸にはすっかりご無沙汰でしたが、5月、仕事の関係で久々に神戸三宮に行きました。震災後の神戸は全く生まれ変わり、街行く皆さんも生き生きされていました。もっと早く来るべきだったと後悔しました。2015年は震災からもう20年。東日本大震災の復興はまだまだ時間がかかるでしょうが、いずれ神戸のように生まれ変わり、笑顔の多い街が戻ることを祈ります。追伸、映画不思議な岬の物語拝見しました。2回見ました。あんな喫茶店があれば私の神経症も治ると思いました。ストレスとうまく付き合うことができるようになりたいものです。というお便り、ライタさんです。神戸は私も震災の直後に仕事で行きましたけれども、やはり大変な状況でした。そして、もう20年経つんですよね。明るい神戸が戻ったということはもうとても嬉しいことですし、東日本大震災の後はまだまだ悲惨なものがあります。私たちみんなが忘れないようにして、寄り添うようにして、日本でもたくさんの被害を受けたところをサポートしていくっていうことがとても大事なことだというふうに感じております。それでは今日最後の2014年に見たものをご紹介しましょう。この年ならではの貴重な体験をお寄せくださったのは、高知県宿毛市にお住まいのむっくりくまさん、56歳の方です。こんばんは、吉永さゆりさん。こんばんは。2014年に見たもの、聞いたもので、私のナンバーワンは四国霊場第31番札所の五台山竹林寺でのご本尊文殊菩薩の50年ぶりのご開帳です、ゴールデンウィークに家族と高知市へ行き、名物ご住職のユニークな解説を聞いた後で拝観したのですが、半世紀ぶりというご開帳に緊張しました。前回のご開帳は昭和39年、妻が生まれた年です。次のご開帳はまた50年後で、
妻は100歳です。妻の祖母は104歳、曽祖母は101歳まで自活していたという家系ですから、妻はもう一度御開帳を見られるかもしれません。私はとうに天国でしょうね。でも2064年の御開帳の時にも、日本が平和で穏やかな国であることを祈りつつ、竹林寺を後にしました。むっくりくまさんからのお便りでした。そう、50年に一度のご開帳っていうのは本当に貴重なことですし、それをご覧になった方はきっといいことがありますよね。素晴らしいことでした。たくさんのお便り、皆さんありがとうございました。2015年もまた私たちみんなが幸せな気持ちでたくさんのものを見たり聞いたりできますように。今夜は2014年にリスナーの皆様が見たもの聞いたものの中から深く心に残ったものについてのお便りをご紹介しました。いつも身近にあるものからなかなか出会えない珍しいものまで、2015年もまた多くのものを新鮮な気持ちで見たり聞いたりしていきたいですね。それではどうぞ皆様、良いお年をお迎えください。そしていつものようにまた来週元気で会いましょう。